日本テレビ系機構ドキュメンタリー番組アナザースカイアナザースカイ土曜午後11時が5日に放送され新 MC の女優山本舞香26が初登場故郷の鳥取県米子市をめぐった芸能界に息苦しさを感じていたという10代後半を解雇人に合わせて集団で2体なのも辛いなって思ってたんだけど18歳 のあのターニングポイント以降、考え方がすべて変わったんですよね。仕事に対しての向き合い方とか、そう語って、所属していたソフトボール部の試合会場だった球場を訪れた。もう一生来ないと思ってた。ピッチャーだったという山本は焼けちゃいけない仕事なんですよね。本来。めっちゃ黒かったです。私。スライディングとかするから怪我もしてるし。 あの時が一番青春だったかもしれないと振り返った。球場内を歩きながら話し、私が中学校一年生に付き合ってた彼が隣の中学のサッカー部だったんですけど、私のソフトボール部の試合が終わった後、彼が試合していてと同じ球場でそれぞれ試合をしたという。本当は他の部活って見に行っちゃダメなんですよ。でもタオル、頭にこうやって巻いて、 すごいこそこそしながらこの階段登って、後ろの方で見てたんじゃないかなと、こっそり彼を応援したそうだ。スタンドの観客席に座った山本は遠くを見つめながら、いや、なんか、18の時に事故で亡くなっちゃったんですけどと、その彼氏が18歳でこの世を去ったことを明かした。ちょうど18歳の時、仕事休んで夜中に帰ってきてて、もうやめようかなっていう時期だったんですよ。 18の時、もうやだが勝ってたから、手を持ってたタイミングで、電話が来てそれ、彼の死去を知らされて、現実が受け止められなくて、とショック。もう、すごい、彼は、仕事を応援してくれてたし、お前はやめるな、向いてるからこの仕事って、亡くなったからその言葉がすごい刺さってるとかではなくて、本当に大事な人だったから。 自分の好きなことをやり遂げる人だったから、もうちょっと挑戦して経験して、自分の人生において得るものがあるんじゃないかなって思って、今もまだ続けてるって感じなんですけどと神妙に語った。